先に返していきますが、ここは外で回す三沢。ポリンズはスリーポイントシュートだ。時間をかけて攻めていきます三沢。ポリンズはフリーになったところ、レイアップ決めていきました。野本に振ってのスリーポイントシュート。このリバウンドは三沢。コリンズワース、そのまま持ち込んでいった。カイル・コリンズワース、最後囲まれましたけどね、先にね打ちましたからね、いいと思いますね。コリンズワース、ここも弾いてシュートまで行きました。落ち着いてますよね。とんでもない選手が来てますよね。コリンズワース、ここもシュートまで行く。うまいですよね。本当にこう相手を冷静に見てますよね。そうなんですよ。何気ないあのプレーなんですけども、この基本プレーの、ね、連続で到達する、ね、はい、そういう力つけてきましたね。さあここも入ってきたのはシェイハーウィーコーキー。このノーズガードをつけている有馬大塚。コリンズワース、ここでコリンズワースのインサイドのプレーでした。はチームファール2つあるのは野本だけという数字になっています。ここリバウンド、さあ走ってくるシェイファー・ビッコーキー、かわしてからシュート。主に大阪を迎えての、大きな大事な試合になります。ブースターの皆さんに、メッセージをお願いします。一緒に戦いましょう。